青らしインターネットラジオエアプラスをお聞きの皆さん、こんばんは。青森発相川七瀬応援番組トナカイセブンのナビゲーターのリュウセです。トナカイセブンは FM ジャイゴウェーブで毎週月曜日の夜に青森から相川七瀬を盛り上げていこうテーマに、毎週七瀬さんの曲を1曲紹介し、その曲にまつわるエピソードや思いなどを語っているミニコーナー的な番組です。毎週ラジオを通して七瀬さんに対する熱い思いを語っていますが、現状青森県の一部地域でしか放送を聞きません。ですので全国の七瀬さんに向けてトナカイセブンのネット版を放送していきます。先ほどまでジャイゴウェーブで放送されていた放送400回スペシャルをお聞きいただいた皆さん、ありがとうございます。今夜のトナカイプラスは初めての試み、地上波ラジオとネットラジオを横断してスペシャルをお送りしていきます。題して放送400回スペシャル高野祭。ネット版の方では本編の振り返りとプラスアルファの内容でお送りしていきます。最後までお付き合いください。本編の振り返りをする前に、まずは1曲お送りします。1曲目は現在は活動を休止していますが、昨年まで大阪で活動していた相川七瀬コピーバンド七瀬の曲です。それでは相川七瀬コピーバンド七瀬によるライクハートリンを聴いてください。Come on, come on.
相川七瀬コピーバンド七瀬で Like a Hard Rain を聴いていただきました。放送400回スペシャル高野祭、最初のコーナーは先ほどまでジャイゴウェーブで放送していた400回スペシャルの内容を振り返ります。これまでも100回ごとに1時間の拡大版をお送りしていますが、今回は約23年間の全てのライブのセットリストを集計し、歌った回数の多い曲上位10曲をランキング形式で紹介するザ・ベストライブソングストップ10 of 2019 Spring をお送りしました。97年の最初のライブ、ライブエモーション97から先月のバースデーライブまでの全てのライブのセットリストを集計の対象としています。それでは発表します。ザ・ベストライブソングストップ10 of 2019 Spring。 第10位、彼女と私の事情。第8位、 R 指定ノスタルジア。第6位、 Like a Hard Rain ミッドナイトブルー。第5位、トラブルメーカー。第4位、ブレイクアウト。第3位、恋心。第2位、スイートエモーション。第1位、夢見る少女がいられない。以上の結果となりました。ちなみに前回2015年の20周年の時にも一度ランキングをお送りしました。多少の変動はありますが、上位10曲の顔ぶれは全く変わっていません。そして気になる第11位以下は、ショックオブラブ、エブリバディゴーズ、コスミックラブなどがあります。七瀬さん本人やスタッフの方々にはぜひこのランキングをもとに7月の七瀬の日のセットリストを考えていただきたいですね。次回のザ・ベストライブソングストップ10もお楽しみに。ではここでまた七瀬さんのコピーバンドの曲をお送りします。2曲目にお送りするのは金沢で活動しているチアーズの曲です。曲の前にここでチアーズのライブ情報をお伝えします。3月24日日曜日、金沢市のノエルフュージョンで M&M スイートカクテルボリューム16というイベントに出演します。午後5時開場、午後5時半スタートで、チケットは前売り2000円、当日2500円、ともにワンドリンク付きとなっています。それではお送りします。チアーズでブレイクアウト。
チアーズでブレイクアウトをお送りしました。続いてのコーナーはトナカイセブンのこれまでの歴史を振り返るトナカイセブンヒストリー。トナカイセブンのこれまでの歴史や約8年間の放送のエピソードなどを紹介していきます。ここからはダイナミックスエアプレイの MC シューさんと一緒に進めていきたいと思います。はい、DJ ドリームジョッキーのシュー笠原でございます。最近あのドリームジョッキー推しで言っておりますが、はい、ということで、はい、毎週毎週ワンコーナーで、お届けしているトナカイセブンなんですけれどもね、はい、今話にありましたように400回ってことは、はい、年が、52週ですからおよそ8年ということでございますよ、はい、8年ってねあっという間だなという感じですけれども、どうですか？いや自信でなんか本当にあっという間というか、最初始めた時はこんなに続くとは思ってなかったなっていうのは正直なところです。はい、はいはい、あの最近僕が好きな言葉っていうのは信念なんですけどね、信念を持って続けるとですね、もう8年も、まあ、ダイナミックスエアプレイも今年のですね11月の初めの放送第1週、11月の確か3日か4日あたりが月曜日、またうろ覚えなことを番組毎週言ってるんですけれども、そのあたりで実は放送1000回を迎えます。1000回ってことはもう20年なんですねということは今の私の年からいくと、まあ、30過ぎから番組スタートしてるのでもう20年、もう僕の中ではね新年というかライフワークのプログラムになってますねまあさてさて私の話はさておいて、はい、どうですか8年振り返ってみて、この七瀬さんもね、あの成長しているということでもありますし、いろいろなライブ活動であったりとか、僕が見る限りでとね、あのなんだバラエティ番組とかにも出たりということで活動を広げてますけれども、ねまあ、歌番組ももちろんですけども、うんまあ、バラエティ番組も、そんな感じでね、ですけど、まあ、ファンとしてどうですか、これからこのトナカイセブンの番組もそうなんですけど、この、相川七瀬さんのこの活動というところで言いますとね、どうですか。まあ、元々もうほぼデビューした頃からのファンだったんで、うんはいまあ、ファンの活動っていうかその応援するっていうのがもともと最初にあって、で後からラジオの番組始めたいっていう思いで、うん始めまして、はい、で実はこれがネットラジオってことで、うん、全国で聞いてる方がたくさんいらっしゃるんで、はい、ありがとうございます。2月行った時にもちょっとこう宣伝とかしたりしましたけども、はいはいまあ、ちょっとまあ、改めてこのトナカイセブンがどうして始まったかっていうのをちょっと、はい、お願いします。改めて紹介したいんですけども、この地元の青森で放送してる青森放送ラジオ、はい、RAB ラジオでとサザンヒッツっていう番組がありまして、はいありますね、この番組っていうのは、サザンオールスターズのデビューした時からのファンの方がこうマイクで喋ってるんですけども、サザンの曲だったりとか桑田佳祐さんの曲だけを流すっていうそういう番組を約15年ぐらい続けてるんですけども、はいはいうん、実はその番組に影響を受けまして、
で自分も奈良さんのファンなので、じゃあ自分は奈良さんの推してこう、うん、奈良さんの曲だけを流す曲あの番組を作りたいと思って始めましたので、はい、で、はい、それからもう約8年っていう感じですけども、はい、実はですね、まあ今もないんですけども、放送実験室っていう、はい、そうですね、今の番組、今はねラバーモリプロジェクトっていう番組に実は、はい、あのジャンゴウェーブではその枠は差し替わってます、はい、まあ我々が作ってる番組の一つなんですけどね、いろんな実験 やった中の一つがレギュラーコーナーになるわけです。そうなんです。でその時にそのまあ単発っていうかこう不定期にこうやってて、うん、実はその時から数えると実はもう10年目に入ります。そうだよね、そ そうだそうだ、はい、レギュラー放送始まった1年前から始めたので、なのでもうもうすぐ10年って考えるとちょっといやあのさっきの周さんの話じゃないですけども、あの、うん、自分の年齢を考えると10年前っていうことを考えると、ね、ちょっとね、綾小路きみまろはあれから何十年とかね30年とか言ったりしますけれどもね、そのうちの20年だ10年だって言ってるぐらいですから、まあ、サザンヒッツもねあの、ラジコで、全国でねあのエリアフリーでちょっと有料になりますが聞くことができますけれどもね、なんか噂によると、うん、4月から放送時間は変わるかな、うん、変わらないかなっていう噂を あの 先日の放送で放送で言ってた、まあ、あの続くと思います、はい、時間が変わっても続くというような感じ、でもね、そういうなんだろう本当にあの一つのことにというか一つのテーマとか一つのアーティストにこだわるっていうね、あのそれもその例えば桑田さん自身が、まあ、サザン自身がねあの持っている番組の中で自分たちの曲をかけるっていうことだけではなくこうファンが作っていく番組、まさにそれがサザン室で、まあ、それを、まあ、トナカイセブンというところでは相川七瀬を1押し2押し3押しで行こうというような感じで続いてますからね、はい、あのいろんなアーティストの番組は僕はあってもいいなと思っておりますし、まあ、ただあのこの YouTube の場合はちょっとあのそのまま、はい、あのお皿かけられないんで、著作権の関係なのでちょっと変化球をかけてコピーバンドの音源をお届けしているということもあります。まあ、先ほど、まあ、2つのバンドを紹介したんですけども、実はあの、はい、2曲目に流したチアーズのボーカルの方は、あの先日あの東京行った時に実はお会いしまして、はいはい、あのまあ、あのちょっとツイッターでこうつながったんですけども、はい、実あの直とは直に会ってこうお話しして、はいはい、あのまたあの近々放送で流すかもしれませんのでっていうことはお伝えしましたので、はい、そんな感じですね。そうですね、はい、あのアーティストの、紹介も入れておりますのでぜひ検索をしてですね、はい、実際のこう生の音をですね、聞いていただければと思います。まあ、あの先ほど七瀬さんの、コピーバンド七瀬は、その皆さんは今活動休止中ということですね。そうですね、はい、ですのでね、ぜひあのそれぞれの、サイト情報をチェックしていただければと思います。はい、ということでトナカイセブンはまだまだ続いてまいります。そしてプラスもねもちろんこのネットラジオ版も続けていきますので、はい、ぜひご愛聴いただければと思っております。はい、ではマイクお貸しします。では、最後にお送りする曲は大阪で活動しているレゼルの曲になります。このバンドには、数多くの奈良さんのカバー曲を歌っています。 YouTube にも動画がアップされていますのでぜひチェックをしてみてください。それではお送りします。レゼル、スイートエモーション。
ずかしくよいつまじい手をくれないでね結構不良よラインズズレそこらへんが息みたいその指は外してレゼルでスイートエモーションをお送りしました。最後に番組からのお知らせ。2011年3月に始まったこの番組、青森発愛川七瀬応援番組トナカイセブンは現在 FM ジャイゴウェーブで毎週月曜日夜9時から放送しているダイナミックスエアプレイ内のワンコーナーとして放送しています。放送に関する情報は青森ラジオクラブのホームページ、もしくはトナカイセブンのブログで見ることができます。ぜひチェックしてみてください。午後10時からお送りしてきました放送400回スペシャル高野祭、いかがでしたでしょうか。トナカイプラスの方ではこれからも全国で活動している七瀬さんのコピーバンドを応援していきます。今後もトナカイセブン、トナカイプラスともによろしくお願いします。青森発愛川七瀬応援番組トナカイセブンのネットラジオ版トナカイプラス、ここまでのお相手は流星でした。それではまた次回お会いしましょう。